は表参道女子のあやまるです。今日はですね、意外と難しいっていうお声をいただく外羽の巻き方について紹介していきたいと思います。私ぐらいの長さの人とか、もうちょっと短いボブの方とか、髪の短い方にすごく向いているんですけど、まあ、もうちょっと長くても大丈夫かな。この辺の髪の長さの方にとっても向いています。もうすっごい簡単だし、もう5分あれば簡単に可愛い外羽ができちゃうので、忙しい朝とかすごい便利なアレンジになるので、ぜひ今日の動画を参考にしてみてください。では早速やっていきます。今日は 26.5mm の小手を使っていきます。これが一番いい外羽にできますね。 32mm とかもあるんですけど、 26.5-28mm がおすすめです。で早速巻いていくんですけど、このまま毛先を巻いちゃうとどうしても別のムラだったり巻き残しが出てきてしまうので、必ず一気に巻くのではなくブロッキングをしていきます。こういうピンがあるとすごく便利です。ない方はゴムで縛ったりとかして止めておくといいんじゃないかなと思います。まず分け方なんですけど、この鉢あたりですね、鉢あたりからざっくりと分けます。だいたいこのくらいです。このぐらいを上で止めておきます。はい、そしたら下の段から巻いていきます。で巻く前に軽くブラシで溶かして絡まりをほどいてあげます。この絡まりをほどくっていうのすごく大事で、仕上がりも全然変わってくるので必ずブラッシングをしてください。はい、早速この下の段から巻いていくんですけど、まず髪の毛をここで2つに分けます。そしてさらにこれを2つに分けます。この4つの束を巻いていきます。はい、まず顔周りの髪の毛、ここから巻いていきます。でこの時レバー、このパカパカ開く方が下側に来るように持ってください。そしたら大体中間あたりから1回スルーさせます。そしたら手先にキュッと巻いて1、2、じゃん、2秒ぐらい置いたらこれぐらいのカールができます。はい、後ろ側も巻きます。今巻いた髪は後ろに置いておきましょう。でちょっと頭を傾けながら巻いてあげると巻きやすいかなと思います。またスルーさせます。最初にやけどに気をつけてくださいね。あんまりでもこう上げてカールをしちゃうと、下ろした時に毛先がパラパラっとばらついてしまうので、なるべく下に下ろしながら巻いていきましょう。本当に首気をつけてくださいね。少し引っ張りながら中間からアイロンをスルーさせます。そしたらさっきと同じように毛先を外巻きに巻いたら、だいたい1回転半ぐらい巻いたら1秒2秒置いて上の方を持って毛先を優しく外します。はい、外羽の完成です。今下の段全部外羽になりました。はい、次反対側もやっていきます。あと2つに分けますね。そしたら顔の横から、まあ順番は正直どっちでも大丈夫です。そしてまたレバーが、このパカパカなるレバーの方が顔側ですね、下になるように挟んでアイロンをスルーさせます。そしたら毛先をくるっと巻いて、だいたい1回転半、1秒2秒置いたら上の方を持って優しく外します。はい、外羽の完成です。はい、次後ろ側も巻いていきます。この時なるべく上げないように下に下に力をかけながら1回転半巻いて1秒2秒外します。はい、外羽の完成です。下の段できました。綺麗ですね。ほら、こんな感じです。はい、ここまでできたら次上の段を巻いていきます。この時もさっきと同じように4つに分けます。真ん中で分けて横で分けちゃう。はい、そしたらまた顔周りから巻いていきます。さっきと同じようにレバーは顔の方に下に持っていてください。で中間から一度スルーさせます。そしたら毛先巻き込んで、ギリギリのラインで巻き込んで1回転半、1秒2秒で上の方を支えながら優しく外します。はい、外骨の完成です。はい、次後ろ側、さっきと同じようにアイロンスルーをしてから毛先を巻き込んで1回転半、1秒2秒、優しく外します。はい、左側の完成です。右側最後やっていきます。またレバーは下、顔の方に出ます。したらアイロンスルーをさせて、毛先巻き込んだら1回転半、1秒2秒、この時も下に引くようにしてください。あんまりこうやって上の方でやりすぎず、下に下に力をかけながらやっていってください。で後ろの髪の毛とかどうやって巻くのって言われるんですけど、ちょっと頭傾けて前に持ってこれば毛先は全然巻けるので、別にこうやって巻けっていうわけではないです。後ろの束を取ったら頭
を少し傾けて前に持ってきたらアイロンをスルーさせます。そして毛先ギリギリを巻き込んで1回転半、1秒2秒優しく外します。はい、こんな感じです。で最後にちょっとこの辺の分け目をざっくり変えていただいて、そしてスタイリング剤をつけます。この N ドットのポリッシュオイルがもう最強に可愛いです。ウェット感が出るタイプのスタイリング剤は外ハネスタイルと相性がすごくいいです。先になじませます。そしたら内側もしっかりとなじませてください。全体に均等に同じ質感になるようになじませていきます。じゃん、こんな感じです。ちゃんと全部かけてますね。ああやって2つにブロッキングをして4つのパネル、4つのパネルで一個一個丁寧に巻いていけば巻き漏れも出ないし綺麗に仕上げることができます。意外と綺麗に巻くのが難しい外ハネ困っていた方、今日の動画を見て一緒にでもぜひやってみてください。はい、ということで今回は意外と難しい外ハネのセットの紹介でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。で下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。